オフ,ィスファイルの閲覧編集をしてみましょう。htcdesireHD ではメモリーカードに保存されている Word 形式のファイル、Excel 形式のファイル、PowerPoint 形式のファイルを閲覧編集することができます。アプリケーションからクイックオフィスをタップ。閲覧・編集が可能な ファイルの一覧が表示されますので、ファイルを選択してください。ここでは、Excel 形式のファイルを選択してみます。ファイルの表示中には、画面のスクロールや縮小、拡大をすることができます。セルを選択し、 パソコンと同じように編集を行うことが可能です。編集したいセルをタップし、画面上部の数式バーで編集が行えます。セルを長押しすればメニューが表示され、フォント書式などの変更を行うこともできます。 編集ししたファイルは、メニューから保保存存をタップして保存することができま,すまた、Excel 形式のファイルの場合は、メニューからワークシートをタップすれば、表示するワークシートを選択することができます。Word 形式のファイルの文章中に URL がある場合は、URL をタップすることで、Web ページを表示することができます。